ことはやるもんじゃないな。はい。ナルト。よう、イルカワ先生。どうしたんだ。いやー、その、なんつうな。いや、久しぶりにイルカ先生のことを思い出してさ、ちゃんと生きてっかなーって。なんだよそれ。ほら、俺も結婚するわけだろ。一人もんのイルカ先生がやっぱ心配なんだってばよ。ってことでちょっとお邪魔するぜ。あー待て、今大変なことに。何があったんだ。いやちょっといろいろな。とにかく何か用があるんだろ。なんだ。あ、そうだ、ラーメン食いに行かねえか。ラーメン、今俺飯作ってるところでな。それでこの惨状なのか。ああ。やっぱイルカ先生も早く結婚しないとダメだな。うるさい、お前こそ日向をほったらかしにして大丈夫なのか。ほったらかしってなんだよ、まだ俺たち結婚してないんだし気にすんなって。気にするな。残り少ない独身生活、思いっきり羽外すってばよ。バカ野郎。お前な、日向がどんな思いでお前と結婚しようとしているのか分かってるのか。どうしたんだイルカ先生。やはり人として教えきれてないことがたくさんあったようだな。すべて俺の責任だ。来い、叩き直してやる。どこ行くんだよイルカ先生。日向のところだ。こんな思いやりのない男に育ててしまってすまなかったと謝りに行く。やめてくれよ、日向と一緒じゃ話したいことも話せねえんだって。何を話したいんだ。だからラーメンでも食いながらさ、ほら先生はちょっとぐらい酒なんかも飲んじゃっていいんだぜ。それで賑やかに話せばいいじゃんか。羽外しちゃってさ。もういい。お前をどう祝ってやるべきか、何を伝えればいいのか、いろいろ考える必要はなかったな。頼みがあるんだ。頼み？俺の父親として結婚式に出席してもらえねえかな。ナルト、頼みってそういうことだったのか。任せておけ。イルカ先生、ありがとう。何言ってるんだナルト、俺の方こそありがとう。やめてくれよ。じゃあなイルカ先生。おう。